食育・食文化部門を担当しております道の駅益子の神田です。食育・食文化では4つのプロジェクトを進めております。まず1つ目が小麦プロジェクト、町内産の小麦、パン用小麦を収穫いたしまして、こちらをパンを作って町内の学校給食で提供しようということで進めております。2つ目が地ビールプロジェクトになります。こちらも町内産のビール麦を使いまして、秋にまずひじさいオリジナルビール、また来春に改めてオリジナルビールの販売をしようということでプロジェクトの方を進めております。3つ目が益子野菜と合鴨農法のお米を使った学校給食プロジェクトになります。秋に学校給食でこちらの野菜と合鴨農法のお米を使ってカレーを提供する、そういったプロジェクトを今進めております。最後に4つ目が牧場作りのワークショップのプロジェクトになります。今年益子町内に牧場ができます。そちらの牧場の場所を活用させていただいて、里山の自然を感じてもらえるような様々なワークショップの方を今進めております。以上4つが食育食文化の進めているプロジェクトになっております。田野地区地区委員リーダー並びに肘祭実行委員の高野です。田野地区では今年度10月の15日から、道の駅益子にて、田野肘展、今はコロナでなくなってしまった日常を今まで行ってきたイベント等を展示いたしますので、皆様ぜひ見に来てください。俺はみんな入る。はい、陶芸手仕事の大塚です。陶芸手仕事ではですね、土釜作りという企画がありまして、今その土釜作りの作業をしております。火入れは11月の12、13、14となっておりますので、それに向けて皆さん作業を朝の6時から行っております。皆さん、ぜひ見学に来てください。よろしくお願いいたします。ツーリズムのプロジェクトを担当しております、星と申します。よろしくお願いします。私どもツーリズムのプロジェクトでは、被災の期間中に益子町を周遊して楽しむことができる旅行商品の造成を行っております。益子町の歴史文化、益子町の自然、益子町のアート、益子町の食を楽しむことができるツアーを造成しておりますので、皆さんには楽しんでいただきたいと思います。もちろんコロナウイルス感染対策防止の工夫も行っておりますので、安全面にも配慮していきたいと考えております。9月中には予約サイトを立ち上げたいと思いますので、皆さんの積極的なご参加をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。住人プロジェクトを担当しております橋本と申します。よろしくお願いいたします。フリンジや手仕事村などこれまで少しずつ形を変えて開催してきた住人プロジェクトですが、今年の肘祭2021でも開催を計画しております。約30のさまざまなプロジェクトを募集しておりますので、訪れる皆様にとってまさに未知の日常を体感していただけるような企画となるかと思っております。またこんな企画をやってみたいですとか、やってみたいけれども企画がなかなかできないといった方でもぜひご相談いただきましたら、私ども事務局がサポートさせていただきます。ぜひ一緒に形にしていきましょう。